Bienvenidos a esta plática en línea sobre la cultura y sociedad de México que organiza la Embajada de México en Japón. Como se ha dicho, mi nombre es Valeria Solís, desde la sección de diplomacia cultural de esta embajada, y me es muy grato darles la más cordial bienvenida a nombre de la embajadora Melba Prieto. En esta conferencia hablaremos de uno de los escritores más reconocidos e importantes del siglo XX de nuestro país, que es Juan Rulfo. Aplaudimos esta iniciativa que se impulsa gracias a que en marzo pasado se publicó el primer libro académico en japonés sobre este escritor titulado Rulfo, Tiempo, Lugar y Voces por la doctora Fukumi Nihira de la Universidad Sangyo en Kioto. Nos honra el hecho de que los lectores y académicos japoneses de varias generaciones hayan leído con gran entusiasmo los dos libros más representativos de este autor, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que fueron traducidos por primera vez al japonés en 1979 y que hasta la fecha siguen imprimiendo nuevos tirajes. En este contexto, reconocemos y agradecemos el esfuerzo de la doctora Nihira por la publicación de este libro que permitirá que más y más lectores japoneses puedan conocer y aprender más profundamente la cosmovisión de las obras de Rulfo y que encarna la corriente de realismo mágico caracterizado por hechos y realidades extraordinarias. Nos complace mucho también poder colaborar en esta conferencia con la doctora Nihira y con el doctor Yutaka Aida, antropólogo y especialista en estudios regionales de Latinoamérica de la Universidad de Tokio, quienes hablarán sobre el escritor basándose en un posible vínculo entre la literatura y la antropología, que sin duda es una perspectiva innovadora para los estudios sobre Rulfo. Agradezco también el interés y la generosa colaboración del señor Tomohito Kan, editor de la casa Shunpusha, por su presencia en esta plática en línea, así como la de todos y cada uno de quien nos acompaña hoy. Gracias. Gracias. もう一つの風景についての簡単な概要の説明をお願いしたいと思います。それではにひらふくみさん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、京都産業大学のにひらふくみと申します。今回はこのような機会をいただいて、メキシコ大使館並びに春風社の方々に御礼申し上げます。どうもありがとうございます。この3月に出版したもう一つの風景、ファン・ルルフォの創作と技法なんですけれども、これからこの本について20分くらいお話しさせていただきます。ただ今回のトークの内容はこの本にすごく沿ってるっていうわけでも多分なくなると思いますので、これは参考程度って感じですけども、本の内容をお話しさせていただきます。で、以前にメキシコ大使館の栗原さんと一緒にポッドキャストで、この本についてお話しさせていただいたことがあるので、よろしければそちらもお聞きくださいということで、よろしくお願いいたします。で、まずちょっとパワーポイントを共有させていただきます。今見えているでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは始めさせていただきたいと思います。ですね、まず私が最初にですね、自分がルルフォのことを読むときに、まず自分が日本人で、その日本人な自分がどうやってルルフォを読むことができるのかというのが結構私にとっては切実な問題だったんですね。というのも、これ今見ていただいている画面でお分かりかなと思うんですけど、ルルフォの初版本の写真ですね。これ私が持ってるわけじゃなくて、ルルフォ財団の方からお借りしたお写真なんですけども、ペドロ・パラモと、エルジャーノ・エンジャマ、それぞれエルジャーノ・エンジャマは1953年で、ペドロ・パラモは1955年に、同じこの出版社フォンド・デ・クルトゥラ・エコノミカというところから、出版されました。で、フォンド・デ・クルトゥラ・エコノミカはメキシコでとても重要な出版社で、半官半民という感じで、ここからやっぱり出るとメキシコ文学として代表的な作品なんだっていう感じになるわけなんですね。それで、ルルフォはここからこの作品を2作とも出していて、やはりこうメキシコ人の心性を表している、メキシコ人の心を表している作家なんだっていうふうに、よく解釈されるわけですし、実際そうだと思います。で、ルルフォが出
身であった、ハリスコ州、メキシコのハリスコ州というところを、まあ、舞台にしているわけですけれども、それ以外の土地の人も、まあ、ルルホ作品というのを身近に感じているメキシコ人の読者の方っていうのはすごく多いんですね。それで私がルルフォの研究してるんだよっていうのをメキシコ人の友人とかお友達に言ったり、クラスメイトに言ったりすると、日本人なのにルルフォの真髄がお前に分かるのか、ルルフォは非常にメキシコ的な作家でメキシコ人の心を描いてるから日本人には分かんないんじゃないのみたいなことを言われることも結構あったんですね。それでやっぱりこう自分がルルフォを好きなのはどういうところなのかとか、ルルフォを読んで自分がグッとくるのはルルフォに、まあ、普遍性があるからなんだけれども、その普遍性って何なのかっていうところを考えないと、まあ自分が研究者としてうまく進めないなっていう感じになったわけですね。それで本を書くとか研究するにあたって、やっぱり自分がどうして自分が日本人としてどういうふうにルルフを読むことができるのかっていうのを考えざるを得ない状態になりました。で、まあ私はもう赤の他人というか日本人なので、好き勝手にルルフを読んで好き勝手に解釈すればいいっていうのもそれも一つのあり方なんですけど、まあやっぱり大学院生で、これで論文書こうという以上はルルフのことをよく知ってみなきゃということになりまして、まあいろいろ調べ始めたわけですね。それで、今回はですね、ルルフについて調べてみて確認できたこととか分かったことの中で、まあ、その後の私の研究の軸になったり考えの筋道をつけるために役立ったことを、まあこれからスライド2枚で紹介していきたいと思います。まあざっくり言ってしまうと、ルルフの経歴と作品との関わりということと、ルルフがメキシコ国内をすごく移動していて、それが創作に生かされているということ、それからルルフの年代記ですね、植民地時代メキシコが植民地になってしまった時にスペイン本国からやってきた植民者たちが書いた年代記っていうものが、ルルフの興味を引いていたっていうところが、それを知ったことで私は結構こう自分が研究いけるかもっていう希望を持ってたので、そこのところをちょっと紹介したいと思います。で、ですね、まずはルルフォの経歴と作品というところに行きますけれども、ルルフォの経歴としてよく知られていることが、お父さんを亡くして孤児院で育ったということです。それで、まあ、お父さんを亡くして孤児院で育ったので、ルルフォは幼い頃から孤独な幼年時代を過ごしていて、それによって、まあ、孤独っていうものがルルフォ作品の一つのテーマであって、それが描かれているんだみたいな言い方は、まあ、よくされるわけなんですけれども、それ以上にものすごく実は実体験がそのまま作品に反映されているようなものが結構あるというのが、私が結構びっくりしたことなんですね。で、まず、まあ、これはルルフォの息子さんですねが、映画監督なんですけど、その映画監督のルルフォの息子さんが、映画を自分の祖父ルルフォの父をモデルにして、撮った映画の台本の表紙をちょっと借りていきましたが、なんでこれを借りてきたかというと、ここに、写っている方が、ルルフォのお父さんで、ここにちっちゃく、一番小さい少年が、幼い頃のルルフォですね。で、この写真が残されているわけなんですけれども、ルルフォは、アシエンダを持っている、農園を持っている比較的裕福な家庭に生まれました。お父さん方の家族も農園を持っているし、お母さん方も持っているような比較的裕福なお家に生まれました。なんですけれども、ルルフォのお父さんはルルフォが幼い頃に個人的な土地をめぐる争いで、殺されてしまうことになります。で、まあ、これについてその真実を追ったのが、まあ、このルルフォの息子さんのドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、そうやって殺されてしまいました。それで、まあ、ルルフォにとってこの父親が殺されてしまったことっていうのがすごく彼の幼少期からのトラウマにも近いものがあって、まあ父親の敵を討つ子供っていう話のこうエピソードはペドロ・パラニモにも現れてくる主題ですし、父のいない子供とか父と息子が共存できない作品ってルルフォ作品にはすごく多いので、そういう意味でもルルフォにすごく影響を与えた個人的経験なんですけれども、まあ、本にも書いたんですが、実はルルフォの燃える平原に収録されている殺さないよ言ってくれディレスケのメマテンという作品が
我々が最初に思っていた以上に、実はルルフォの父親に実際起こったことをなぞっているというふうに考えられていて、また本当に現実世界でですね、ルルフォの父親を殺した男の人がいるんですけど、その人の名前を、殺さないよう言ってくれの、殺す方と殺される方の名前に分けて使っていたりとかですね、本当に結構実人生からルルフォが創作のインスピレーションを受けていたということが分かりました。それからですね、もう一つが、ルルフォの経験として、この自分が幼少期を過ごした場所からお父さんが亡くなってしまったので、別の町のグアダラハラの孤児院にルルフォは送られてしまうことになるんですけれども、孤児院で育って大人になって青年期になってからもう一度自分が育ってきた場所に帰ってくるっていう経験をルルフォはしていて、その自分が幼い頃に幼い頃の風景として覚えていたものと、自分が帰ってきて今目にしている幼少期を暮らした風景が全然違うっていうことに結構衝撃を受けて、そこからインスピレーションを受けたというふうに言われています。で、この下のこの写真、なんてことない写真ですけれども、この下のここの写真はですね、私ルルフォが生まれた町というか周辺を巡ったんですけども、ルルフォのご家族によればですけど、この写真、この上のですね、ルルフォがお父さんと写真撮ったのはここだっていう話で、ここらしいんですね。それでこうやってこう、なんでしょう、過去と今をルルフォは重ねて、自分は一定期間いなくて昔過ごしてたものが記憶の中にだけあったものを今現実に見たら、現実と記憶の中が結構違うとか、昔は栄えていた場所が寂れているっていうのに衝撃を受けて、ペドロ・パラモンの雰囲気のインスピレーションを受けたと言われています。特にインスピレーションを受けたのがこの左上の写真ですね。これアプルコっていう場所なんですけれども、母方のおじいさんのアシエンダがあったところです。この教会、立派な教会なんですけど、これもルルフォのおじいさんが、建てた教会ですね。それで、こうやってアプルコとか栄えてたんだけれども、もうおじいさんも死んで、お父さんもいなくなって、お母さんも亡くなってっていう中で戻っていったらば、そこが寂れていて、なんかその記憶と現実のギャップみたいなものからルルフォは創作をしたっていうことが考えられています。で、こういう具体的な経験とか、こう場所がルルフォのインスピレーションになっている、こう身体感覚を伴った場所の経験というものを作品に書き込んだというところが面白いなと思って、研究続けてみようかなって思う機会になりました。で、それからですね、ルルフォの場所への興味っていうものは、自分が生まれ育った場所というだけではなくて、別の場所にも興味を持っていまして、メキシコ、すみません、ルルフォはですね、若い頃にメキシコ国内を車のセールスマンとかをしながら、こう車を運転して巡ったりだとか、それからパパロアパン委員会というラコミシオンデルパパロアパンという、パパロアパン川っていう川が、ベラクルスオアハカあたりを流れている川があるんですけども、その川の周辺状況を調査するような委員会にルルフは入っていたこともあって、そのあたりの地域を移動して旅行して記録していました。で、2つだけ今読める形でルルフの旅行記が残っていまして、一つがこの左側の写真で見られる、イダルゴ州、メキシコシティのすぐ隣の州ですけど、イダルゴ州メツティトランという、植民地期の修道院のが残っているところの記録。それから、右側はベラクルス州カスティジョ・デ・テアイオという、こちらは先住民のピラミッドですね。これピラミッドが残っている場所の記録が残っています。こうやってルルフォはそれ以外の自分が育った以外の場所からもこう訪ねてインスピレーションを受けていました。それで面白いなと思うのは、ルルフォがこう植民地期、先住民がどれだけこう征服者たちに虐げられたかっていうことも書くんですけど、同時に植民地期建築にもすごく詳しくて、こう植民地の文化がダメだっていうわけでもないんですね。なのでどっちにも心惹かれているし、その植民地の人たちがもたらした年代記っていう記録によってメキシコの歴史が分かるわけなので、年代記もすごく高く評価していて、そういうことにも興味を持ってたというところが、この記録読むと分かって面白いんですね。それからこの旅行記を読んでてすごく面白いところは、
ルルフォは一応旅行記ですから記録として経験を書いてるんですけども、だんだんそれがちょっとファンタジックな感じになってきちゃってて、特にですねカスティージョでテアヨの方はですね、途中から幻想小説なのかみたいな感じになってきて、こう出てくる人たちとの出会いが本当か嘘かちょっとわからないようになってまして、なんかもうすでにちょっとペドロ・パラモの片鱗が見られるみたいな感じの作風なんですね。なのでそういうところもすごく面白いなと思いました。それから、ルルフが歴史好きだったってことは、先ほどちょっと年代記に興味を持ってたっていうことからお話ししましたけれども、ルルフは歴史がすごく好きで、メキシコの先住民の記録とか年代記っていうものを一生懸命読んでいました。で特に何回か言及しているのが、自分が出身地であったハリスコ州の記録である年代記、クロニカ・ミセラネア・デラ・サンタ・プロヴィンシア・デ・ハリスコという、アントニオ・テージョという、神父が書いた記録を彼は、何回か講演会などでこれについて言及していて、このテージョ神父が書いたこの年代記との、制服の、暴力というものと革命とかクリステロスの乱の暴力を重ね合わせて考えていたようなところがあって、なかなかルルフォがこう場所を見て歴史を考えるときに年代記というのが一つの参照軸になっていたということがわかると思います。で年代記にラテンアメリカ小説はこう年代記に影響を受けてたっていうのは、よく言われる話で、深い関わりを持ってるんですけれども、今までルルフォと年代記の関わりっていうのはあまり話されていなかったところですので、ここが面白いんではないかなというふうに思って考え始めたのがこの本のきっかけになっているところですね。で、ルルフがこう場所とそこに積み重なっている歴史に注目して創作したということ、それから自分もこう年代記とか記録みたいな感じで記そう記録しようと思って書くんだけど、だんだんそれが、創作が入ってきちゃってて、なんかフィクションに近づいてしまってるっていうところが非常に面白いところだと思います。で、すいません文字ばっかりなんですけど、この本の章立ては、第4部まである仕組みになってまして、ものすごくざっとなんですけども、どんな話を、各部でしているかということだけお話しして終わりにしようかなと思います。まず第1部なんですけれども、先ほど述べたようにルルフォが年代記に興味を持っていたっていうところから始めましてなんですけど、先ほども言ったように年代記っていうのはスペイン人の植民者たちが征服する側の人たちがやってきて、自分に都合のいいように書いた記録でもあるわけです。なのでやっぱりラテンアメリカ小説が年代記から影響を受けてるっていうと、権力との関係っていうものについても考えないといけないというわけで、第1部はそれについて書きました。まずルルフォがどういう年代記に興味を持っていたのかということを書いたり、なぜルルフォが年代記に興味を持っていたのかということを、分かる範囲でですけれども確認して、その後で、第2章のところでルルフォがまたこう権力との関わりが直接あったわけではないですけども、ルルフォもだんだんこう作品を発表した後でこうメキシコを描いた作家、国民的作家っていう風にこう権威づけられて価値づけられていって、こう権力のようなものになっていってしまう、その過程っていうのがどういうものだったのかというのを、調べておこうと思って、第2章を書きました。なんですけれども、実際ルルフォの作品でペドロ・パラモで描かれているというのは権力の失墜じゃないですか。カシーケがいて、その地方ボスがいて、その人がうまくいかなくてこうダメになっていく過程の話でもあるので、ペドロ・パラモにおいてはどういうふうに権力が描かれているのかということを書いたのが、第1部の最後ですね。それから第2部が今皆さんに中心的にお話ししたような内容になるんですけれども、ルルフォが場所を記録しようとしたこと、それからそれがフィクションになっていってしまうことっていうのに注目して書きました。で、初期の先ほど紹介した初期の気候群について、それからルルフォは最初は場所を描こうといっても自分の出身地を最初から舞台にして作品を描こうっていうふうに心を決めて作家活動を始めたわけではなくて、実はメキシコシティを舞台にして小説を書こうと思ってたんだけれども、うまくいかなくて結局廃棄されてしまった小説があるんですけれども、その一部だけが残っていて、それが夜のかけらというウンペダソデノーチェという作品です。でメキシコシティを舞台にしています。でこれが面白いのは
主人公が娼婦ですね、メキシコシティで体を売って生活する女の人が主人公で、この女の人が語り手です。で、当時メキシコ人の男性作家が一人称の女の人を使って書く、しかも娼婦を主人公にして書くって結構新しい試みだったと思うので、ルルフは野心的なことをやったんですけれども、これについて書きました。それからその都市を描こうと思ってたけどうまくいかなかったルルフォが、うまくいかなかったと本人は思ったルルフォが、じゃあ田舎を描こうって思った時にその参考にしたのではないかなと考えられる作家が、同じくルルフォと同じくハリスコ州出身のアグスティン・ヤネスという作家がいるんですけれども、その作家がいたのではないかなということを考えまして、アグスティン・ヤネスの代表作嵐がやってくるとペドロ・パランも比較しながら考えました。それから場所と物語というところはですね、ルルフォがハリスコの歴史とか地名とかそういうものからインスピレーションを受けて、実在する場所をどんどんこう作品の中でフィクション化していった、その過程を分析しました。それからこう場所にこだわって場所にその場所を描いて、その場所とともに生きる人を描くっていう態度は、別にルルフォじゃなくても世界中のいろんな作家がやろうと思えばできるわけで、特にルルフォが先行者としておそらく読んでいて参考にしたのではないかと思われる、スイスのシャルル・フェルディナン・ラミューという作家、それからアイルランドのジョン・ミリントン・シングという作家との関係についても少し、触れています。で、第3部はですね、その実際に起きた出来事とか実際の場所をフィクション化するための過程で、ルルフが一体じゃあ具体的にどういうことをしたのか、見て作品を追って見てみようということで、まず、燃える平原という作品がメキシコ革命を描いてるんだけど、鉄頭鉄尾一人称で一兵士の目線から描いてるっていうことに注目しつつ、燃える平原はかなり開口を重ねられた作品ですので、元の原稿も雑誌発表時の原稿も見ることができるので、それによって、どんな変化があってどういうふうなルルフの意図があったのかというようなことを考えました。それから自伝的要素とフィクションは先ほど少し述べましたけれども、殺さないよう言ってくれが父を殺されたルルフの内面がかなりにじみ出てるとともに、だけどフィクションの要素も入っているっていうことを検討して、でその後は、作品の構造というところでは、やっぱりフィクション化するためにはこうシンボリックにしたりだとか、構造的な登場人物の関係だったり地形だったりを作っていかなきゃいけないんだけれども、それについてルルフがどういうような操作をしていたのか、どういう技法を用いていたのかというようなことを書きました。で、ここまで私はあまり詳しく話してこなかったんですけども、第4部で扱っているのがルルフォの語りを用いた手法の確立です。やっぱりルルフォ作品というのは話し言葉が書いてあるように読めるんですね。なんだけどそれで実際は、本当にその辺の道で話している人の書き言葉を書き取っただけではなし得ない、文学的操作をされている言語なんだけど、読んだ時には話し言葉に見えるような言語なわけです。なので、そういう例をどうやってルルフォは、やろうとしたのかっていうことを、考えてみようと思ったんですね。それから、その一人称で語ってるように書くっていうことと、このルルフォがこだわってきた場所からインスピレーションを受けるっていうのも、場所を心象風景として捉えたり、こう登場人物と風景が呼応していたり、登場人物の内面が風景に投影されているような一人称の語りみたいなものがあるのではないかっていうことを考えまして、ややこしい話なんですけど、この場所と主観っていう章を書きました。それからもちろんルルフはものすごくうまくこう技法を用いてですね、この登場人物の一人称の声とか対話とかっていうものを声を操作してこう作品を作り上げて、こう読者を引きつけたり、こう読者をえって驚かせるような仕組みにしたりということがすごく上手なので、そういうふうなこう語りを用いた声を用いた技法、声を操作することによってこう読者を引きつける技法みたいなものが、どういうふうに作品に現れているのかというのを検討したのが第4部になります。で、ざっとお話ししましたけど、すごく急いでお話ししてしまったんですけども、今お話ししたようなことに注目しつつ、ルルフォの作品の全体的な技法について考えました。で、ルルフォが今までそれまでメキシコで描かれてこなかったような、メキシコの風景で、もう一つの風景ってタイトルにしたんですけど、もう一つの風景を描こうとした
というふうに考えてみました。で、こう一つの風景をルルフが描いてるんだけど、実はそこにはいくつもの過去の出来事が重なり合っていたり、登場人物の内面が投影されているようなものだったりするような風景をルルフが考えていたんではないかというようなことが、まあ、言いたくて、本を書いたんですね。まあ、他にもいろいろあの細々とテクスト分析などしてあの楽しかったのですけれども、あのそんな感じで私の本の内容は以上になります。で、今日は今からちょっと相田さんとお話ししますけれども、大体こんな話、こんな本だよっていう内容を、まあ、あのちょっと知っていただいた上であのお話聞かれると分かりやすいかなと思いますので、では、今度相田さんの方に、お渡ししたいと思います。ありがとうございました。ちょっと一旦共有を停止いたします。にひらさん、ありがとうございます。今の多分にひらさんのお話を聞かれて、今日参加者の皆様、もしかしたら、ルルフォに親しみのある方も、あるいは読まれたことがない方も、皆様バラバラだと思います。まあ、よかったらこのもうルルフォの本って実質的にこの岩波文庫の2冊だけですので、今日のイベントでご関心を新たに持たれた方はぜひ読んでみてください。でですね、にひら先生の、にひらさんの本も、まあもう実質ルルフォが書いた分量よりもはるかに多い分量をかけて1冊研究書にしておりますので、まあ、ルルフォにさらに深く知りたいという方、ぜひお手に取ってみてください。では、それではですね、先ほど、まあ、にひらさんのご説明にもありましたように、ルルフォというのはある土地における人や声の記録を行おうとした、それを文学において行おうとしたんですけれども、また文化人類学においても、民族史というアプローチでそういったものは図られているわけです。では、ですね、そういった文化人類学をご専門とされている相田さんと新平さんに、まあ、今日のイベントのここからメインなんですけれども、まあ、トークセッションに入りたいと思います。お二人にではマイクをお渡ししますので、じゃあこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの先に少しだけあの自己紹介させていただきますが、あの改めまして相田豊と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。あの本当に春風社の菅さんも、あのメキシコ大使館の方もこの貴重な場を設けてくださいまして本当にありがとうございます。あとご来場の皆さんもあのズームであいにくそのお顔が見えないのが本当に残念でならないのですが、何かこうちらっと参加者リストを見ているとあの、お知り合いの方もいたりしてちょっと嬉しいなと思いながら今あのお顔を想像しながらあの、お話ししようかなというふうに思っている感じでいます。で、今の紹介していただいた通り、私の専門はあの南米の中でも特にボリビア の, あの文化人類学があの専門なんですが、あの結構この文化人類学っていうのは時にあの誤解されやすいあの学問でもありまして、あの私今東京大学であの主に1年学部の1年生とか2年生にスペイン語を教える、あのスペイン語だとかラテンアメリカ文学、ラテンアメリカ文化とかをこう教える仕事っていうのをしているんですけれど、あのそういうことをしているときに学生にあの先生は文化人類学やってるんですよっていうふうに言ったりすると、先生って骨の研究してるんですかとかですね、あの遺跡の研究してるんですかとかっていうふうにあの言われることも結構あってですね、あのあながち間違いでもない部分もあるんですけれど、あのちょっと今あの私がこれまでしてきた仕事っていうのは随分別のところにありまして、私がこれまでやってきた仕事っていうのは特にあのボリビアの音楽家たちに焦点を当てて、今を生きるボリビアの音楽家たちに焦点を当てて、彼らと一緒にですね音楽をしに行ってですね、あのずっと一緒に生活することによって、彼らが一体なんでその音楽家をずっと続けているのか、なんで彼らは創作活動をしているのか、そこで何を歌いたいのかっていうのを彼ら自身 の, あの体験を聞いたりすることの中から、その知っていこうとするっていうふうなことをやっていたりします。今ちょっとあの Zoom の待機画面であの私の演奏をしている時の写真を出していたんですけど、あの見られましたかね。ちょっと一瞬だけあの自慢も込めてあの出させていただきたいと思うんですが、こんな感じですね。あの皆さん見えていらっしゃるかな。あのこんな感じにあの楽器持って自分も演奏をしに行ってですね、
そんな中で、結構やっぱり大変なんですよ。ボリビアの中で音楽家やるのっていうのは、すごくお金も大変だし、音楽家同士のいろいろ関係もあったりして、いろいろ大変なことがあるのに、なんでそれでもこの人たち音楽やめないんだろう、続けてるんだろうってことを、こう今までずっと不思議に思って、一緒に暮らしている中でそれを考えていくってことをやって来たんですね。で、たまたまこの本が出版された時に、もともと私ラテンアメリカ文学とても好きで読んでいたっていうこともあって、この本出る前からすごく出るの楽しみにして、出た瞬間にこう読んで手に取った時に、あ、なんかすごい全然自分の知らないことで面白いっていう思いと同時にですね、あ、でもなんかやってることなんかどこかでつながってるっていうふうにすごく感じて、私の見方だと新平先生と言わずに、今日は新平さんとちょっと呼ばせていただきますけど、とてあるさせていただきますが、あるいはボスであるかもしれないですが、このファン・ルルフォって何がしたかったんだろうって、ワン・ルルフォって文学を通じてどんなことをしたくて、何にこう、なんていうんだろう、自分の人生かけてたんだろうみたいな、大げさに言えば、で、その彼自身の技っていうのはどういう技だったんだろうってことをこう綿密に追っていく。もちろん私と違って、その新平さんの場合はファン・ルルフォに直接インタビューしたりとかっていうのはできないにもかかわらず、それをこうテクストを通じて知っていこうとするっていう、でしかもその中で出てくるテーマっていうか、これがやっぱり結局は彼らを突き動かしている大事なテーマだよねっていう、そのテーマが驚くほど自分が追っかけてるテーマと似てるっていうふうなことにすごい深い感銘を受けて、これはいつか新平さんとゆっくり1時間でも2時間でも3時間でも4時間でもお話ししたいと思っていたら、たまたま上から、じゃあみんなの前でお話ししてみませんかという、あまりにもありがたい、ちょっとあと緊張はするんですが、お話しいただきまして、それで今日この場でお話しさせているっていうふうな、質問させていただくっていうふうな形になってます。もちろん私全然文学の専門的なトレーニングを受けたこととかはないので、ひょっとしたら新平さんにとっては、あるいはここにいらっしゃる皆さんからしたら、トンチンカンなこととかも質問しているかもしれないんですが、それはそれで新平さんご著書については、ポッドキャストで別に詳しくお話しされているということでもあるので、もう今日は自分の聞きたいことだけ聞いてやろうと思って来ているので、話いろいろ伺えればいいなと思ってます。で、今日大きなテーマとしては3つ伺いたいことがありまして、で1つ目はやっぱり私文化人類学勉強しているので、そのルルフォにとって文化人類学とはみたいな、その文化人類学っていうのを1つテーマに話聞きたいなと思ってます。で、ちょっと先にテーマだけ挙げさせていただきますと、2つ目が、孤独っていうテーマでして、私自身も今年の春にですね、先月ぐらいに、博士論文を書いた時に、孤独っていうのを一つテーマにして博士論文を書いたんですが、孤独っていうのはすごく大事なテーマなんじゃないかなというふうに思っていて、この孤独っていうことからちょっとファン・ルルフォンについていろいろお話を伺えたらと思ってます。で、3つ目がですね、それに関連してその時間っていうことですね。ラテンアメリカにおけるそのちょっと後でもうちょっと詳しく説明したいと思いますが、バラバラの時間を生きることっていう、そういうふうな3つのテーマですね。1つ目、人類学、孤独、時間とでも言いましょうか。その3つのテーマからちょっといろいろお話聞ければいいかなと思っているので、よろしくお願いします。早速っていう感じで質問させていただいてもいいですか、ね、お願いします。はい、早速ということで、一番最初に人類学との関連っていうことなんですけど、今著書の紹介のところとかですごいルルフォが記録、旅をして記録をしたりとか、あとはその歴史文書も引っ張って、クロニカとか、スペイン語で言えばクロニカとかを引っ張ってきて、すごく記録する、いろんなところを旅していろんなところ、いろんなことを記録するっていう風な
ことをしてきたということでもあり、あとそのご著書の中にファン・ルルフォが人類学の何でしたっけ、研究所でしたっけ、はいはい、メキシコ先住民庁みたいな、あ、そうだそうだ、はいはい、でなんかお仕事をされてたとかっていう話が出てきたりして、私今までファン・ルルフォってがそんなにも人類学と近いところにあるというか、人類学者でもあり作家でもあったんだってことにちょっとびっくりしたんですね。他の例えばホセマリア・アルゲーダスとかペルーのだとすごく人類学と文学と両立してきたっていうの有名だと思いますし、皆さんもきっとご存知のガルシア・マルケスの100年の孤独とかも、どっかそのカリブの民話とかの世界、神話とか民話の世界っていうものと自分の創作っていうのを重ねてきたみたいなことは結構知られた話だと思うんですけど、少なくともそういうふうに私も知っているようなことだったんですが、ルルフォがなんかそこまで人類学と近いところにあったっていうのは結構びっくりしたことなんですけど、この辺とかっていうのは結構よく知られた事実というか、メキシコとかではなんかルルフォがその人類学と文学の狭間にまさにいたっていうのは結構一般的な話なんでしょうか。もうもう難しいですね。まずルルフォは先ほどおっしゃったように、やっぱり何でしょう、彼は記録することっていうことがすごく大事だって思っていて、すごく何でしょう、こう人類学とかこう自分の想像力が入らないニュートラルな記録っていうものに憧れていたところがあって、新聞記者も羨ましいっていうようなことを言ってて、新聞記者は見たままを書いてる、で見たまま書くのがいいんだ、そこに文学的な美しさが宿るんだっていうようなことを言ってて、なのでルルフォとしては多分その文化人類学的な記録とか歴史記録みたいな客観的に書こうとしている、あるいは客観的ぶってる歴史書とかを見ても、あ、ここに文学的な美しさがあるって思って読んでた部分はあると思うんですよね。でもやっぱりそれは記録としてもすごく価値があるものだっていうふうなことも考えていて、もしもまあそれがなかったら、まあ、ルルフは過去のことを読めないわけですし、過去の歴史を知ることが、過去の自分が興味のある場所の歴史を知ることができないので、やっぱりそういうことにも興味があって、記録っていうものにすごく憧れていたと思うんですよね。なんですけど、ルルフォは創作活動をしていて、それからルルフォが写真をたくさん撮っていて、ルルフォの写真本当に素敵なんですけど、写真をたくさん撮っていて、その写真でパパルアパン委員会とかの時に行ったこうオアハカの人たちの先住民の暮らしの写真とか、そういう写真の記録もいっぱい残してるんですけども、なんて言うんでしょうか、その写真を撮ってる時期と文学者として作家として創作した時期っていうのが割と被っていて、その後、メキシコ先住民庁イニですね、インスティトゥートナショナルインディヘニスタに勤め始めてからはルルフはもう作品を文学作品を発表しないようになってしまっていて、まあもうモエル・エゲンとペドロ・パラモと、あとまあ映画のための脚本のエル・ガージョ・デ・オーロっていうのしかないですので、公には。なのでそうすると結構後半はもう何でしょう、先住民庁の、編集部っていうか出版部門に勤めていて、いろんな考古学とか文化人類学の研究書を出すののサポートをしていたような感じになっていて、それでみんなが創作しないんですかとか言うと、もうなんか先住民庁の仕事で忙しくてそんな時間ないみたいな感じに言ったりとかしていて、なのでなんかこうルルフォの中では多分そのメキシコ先住民庁での仕事と自分の創作活動は別のものっていう感じで多分思ってたと思うんですね。それがちょっとなんか不思議なんですけど、なのでこうそのメキシコ先住民庁イニで働いてた時は本当に人の作品を出すことに尽くすってなって、本当に、まあ、研究所ですね、なんかなんとかの人たちの研究とかどこどこのなんとかの研究みたいな、そういうのの出版を手伝うっていう形になっていて、こう彼の中では創作とその文化人類学的研究っていうものが自分が
自分は文化人類学者ではなくて、そこにはこう手を出さないっていうか、こう結構分けていたような感じがするんですよね。だからそこが面白いんですけど、なんですけど、私今回その相田さんの博士論文を送っていただいたものですけど、読ませていただくと、ルルフォがこうやろうと思ってたその聞き取り調査的なことっていうんでしょうか、その場所をめぐって人の話を聞いて、こうその人の個人個人の暮らしを聞いていくみたいな、その個人史的な、個人史であったり、こうそういうことが今の文化人類学の人たちが結構やっていることだってなっていて、かつその相田さんもやっぱりなんかその個人史っていうものが本当は豊か、すごく豊かなもので、そこが面白いんだよみたいなことを書いてくださってて、私はなんか、ああだとしたら本当にルルフォがやってたことっていうのは文化人類学的な側面も大いに含んでたんじゃないかなって思いますし、本当に少しなんですけど、オアハカのチナンテコスで縁オアハカみたいな、なんかチナントラ地域の人々みたいな記録をルルフは残していて、それは本当に結構なんでしょうね、文化人類学的というか、この暮らしはこんな暮らしで、家族はこんなで、なんかみたいな感じで書いてあって、そういう、本当は彼はそういう、なんでしょう、もうちょっと創作から離れたようなものを書いてみたいっていう願望も持っていたと思います。なんか自分がこうもっと記録というようなものも書いてみたい、もっとドキュメンタリーチックな作品も書いてみたいみたいなことをインタビューで言っていたりもしたので、そういう意味では彼はやっぱり研究者とか、その人類学的なものっていうのにすごく憧れを抱いてて、こう自分が場所を記録するときにもそれをやってみたいなって思ったけど、創作が入ってしまったので、なんて言うんでしょうね、こう知史っていうんですかね、その場所の歴史みたいなものを記すんだけど、創作が入っているフィクションとしての知史だけど、フィクションだからこそできるその土地の雰囲気の記録を残すみたいなことに結局は落ち着いたのかなというふうに思いますけど、その本当に相田さんのこれを読ませていただいて、なんかルルフォがやってたことって今の人類学の人とかと似てるんだなと思って、なんかありがたい感じがしました。まさかルルフォと同じことをしてるっていう褒め言葉が飛んでくると思わなかったので、あれですけど、でもなんか面白いですね。そのルルフォといえば、いや、わかんないですけど、私の中でルルフォといえば、なんて言うんでしょう、場合によってそのマジックレアリズムとかを、の礎を作った人じゃないけど、すごく創作、豊かな創作世界の人みたいなイメージがあったので、その中、その記録したい欲みたいなのはすごい意外だったんですけど、でもやっぱりだからフィクションの中でもちょっとそういうその記録したいけど、こうフィクションの方がかえって記録できるみたいな、なんかそういう微妙な立ち位置だったっていう感じなんですね。多分書いてるうちにやっぱりフィクションの方がなんか自分が思っているこの雰囲気の再現には合うんじゃないかみたいになってきてしまったんですかね。あとルルフォは多分あまりそれを言われるのは好まなかったと思うんですけど、サユーラっていう町の生まれで、サユーラは近隣にはアニマでサユーラっていう、サユーラの幽霊っていう伝説で有名な地域なんですよ。なので結構ペドロパラモとかのその幽霊と幽霊というか、こうさまよう魂と生きてる人が出会うみたいな話も、メキシコのその周辺地域の人からすると、はいはい、サユーラにあるアニマでサユーラみたいなやつねみたいな感じで多分思われてて、なのでこう伝承とかその地元のこう民衆の想像力みたいなところからこう助けを借りて書いたっていう部分もあったのかなとは思います。ただルルフはあまりそのことについてはこう言ったこともないし、サユーラ出身とかいうのも微妙に隠してて、別のとこ生まれですって言ったりするので、ちょっとよくわからないんですけど、出身ですらちょっとフィクションがそうです、そうです。ルルフ結構自分の生い立ちをフィクション混じりで語るので、でもそういうところはラテンアメリカの人って感じじゃないですか。こうなんか話し相手を喜ばせようとして話を持ってしまったりとか、関西人もそうかもしれないですけど喜ばせようとして話を持ったり、今この人が聞きたそうな回答をするっ
ていうような感じになっていて、こう人に合わせて回答を変えてるので、インタビューとか見てると、あ、なんか違うこと言ってるってなるんですけど、多分 目の前の人に合うようにこう調整してる感じがしますね。面白いです。そうですよね。なんか人類学だとそこがフィクションなのかどうかみたいな、どんぐらい持ってるのかみたいなのは吟味しなきゃいけないところで大変だったりするんですけど、でも面白いところでもありますよね。面白いです、面白いです。そのルルフォがなんかそのお父さんが革命の残りのなんか盗賊に殺されたみたいな話とかするんですけど、本当は違って、なんか土地の境界線の争いで揉めて撃たれたので全然違うんですけど、そうやって話を変えたりするので面白いですね。なんか確かにそのルルフォの作品とか読んでると、その雰囲気だけはすごく伝わってくるというか、なんかそういう風なすごいメキシコの匂いがする感じっていうのは、すごいラテンアメリカの広くは匂いがする感じっていうのはありますよね。うんうん、ありますあります、うん、なんかそうルルフォ自体がそういう風に文化人類学となんか文学のなんか間にいたっていうこと自体は知らなかったってところもあるんですけど、割とこうでもラテンアメリカ文学見るとあるパターンだなとも思うというか、さっき挙げたんですけど、マルケスもそうだし、アルゲダスもそうだし、なんか割とこうなんだろう、記録したいっていう感じとでもフィクションでいきたいっていう、この両立したり両立できなかったりみたいなって、結構なんかラテンアメリカってあるパターンですよね。なんかそうですね、そうですね、確かに、そうそう、記録したい、そうですね。でなんか私文化人類学専門にしてるんですけど、結構その文化人類学者もその文学をラテンアメリカ文学とかラテンアメリカ文学者のことを結構リスペクトしてることがアメリカの文化人類学とかだと特に強くって、アメリカの文化人類学ですごく今有名なデラカデナっていう研究者であるとか、もっと昔にタウシグっていう研究者とか、すごいいろんな名だたる人類学者は結構そのジャッカルペンティエールから引用してその自分の文化人類学の理論を組み立てるとか、なんか手法の次元でもちょっとそのいろんな断片を並べるみたいな、まるでこれ誰かのやってる手法じゃないのみたいな方法でやったりとか、なんかそういうふうに結構ラテンアメリカとか北米とかではその文化人類学とその何ですか、文学っていうのがクロスオーバーしたり対話したりしてるっていうのが普通の光景というか、なんかそんな感じがするんですが、日本に来るとちょっと私たち実はそこまで話したことがないというか、ラテンアメリカ内輪の話で申し訳ないんですけど、ラテンアメリカ学会とかがあっても文学だと文学コーナーは別にあって、人類学は人類学コーナーが別にあってみたいな、ちょっと分かれてるのがもったいないなと思ったりするんですけど、なんかクロスオーバーの可能性みたいなのを今日はちょっといろいろお話できたらなと思ってるんですが、そうそう、どうでしょうって言ってもあれですけど。あ、そうですね。でもまあルルフォもやっぱり、何でしょう、私が結構その他のルルフォについて語ってるアメリカの研究書とかを読むと、メキシコ人のこうメンタリティを理解するために必読の書みたいな感じに書かれていて、こう何でしょうね、やっぱりこう文化人類学者であったり社会学者とかであったりしても、ルルフォとかあとオクタビオ・パスとかを読んどいくと、こうメキシコ人の気持ちが分かるよみたいな感じに書かれてて、おーってなるので、やっぱりなんて言うんでしょうね、もちろん関わることというかクロスオーバーの要素は大いにあるし、お互いにこうなんでしょうね、こう養分を与え合うみたいなことって大いに可能だと思うんですけど、本当に日本だと分かれてますね。ぜひもっとつながっていきましょうっていうのを、ね、そうですね、よろしくお願いします。でそれで一つ今日は3つのテーマありますよってちょっと話したのの2つ目のテーマに入っていきたいなと思うんですけど、孤独とかっていうテーマっていうのは、例えばなんか文学と人類学で結構対話できるテーマなんじゃないかなというふうに個人的には思ってまして、まあ、これもまた文化人類学内の話で申し訳ないんですけど、今文化人類学ではそのポスト関係論ってちょっと偉そうですけど言われてる動きがすごく強い動きがありまして、
それどういう動きかっていうと、人類学者って今までいろんな社会とか小さい村とか島とかに出かけていって、そこでの人々のつながりがどうなってるのかみたいな、親族間のつながりとか、同じ仕事をしている同業者間のつながりはどうなのかとか、あとその政治のつながりはどうなってるのかとか、その友達関係はどうなってるのかっていう、そのつながりばっかり見てきたし、その関係性とかつながりとか社会関係ってものが私たちの生活の中でとても大事なものだみたいな大前提のもとに、いろんな社会に出かけていって、その社会の関係性みたいなのを見てきたっていうところがあると思うんですけど、最近言われているのは、いやでもちょっとそれに注目しすぎたんじゃないかっていうことで、もっとその人類学者が何かをこう書いたりとかするときに、関係性を切る、切断されているところとか、そのもっと言ってしまえば、こう一人の人が一人になる瞬間みたいなものにもっと注目したりとか、一人の人の中で何が起こっているのかみたいなこととかっていうのをもっと書いたりとか、なんかそういうことをしていこうっていうのが、関係性だけじゃないものを見ていこうっていう意味で、その関係性に寄りかかるだけじゃない部分を見ていこうっていう意味で、そのポスト関係論っていうふうに言われてたりするんですけど、なんかそういう意味では、ラテアメリカにそのまま話をこう置き換えると、孤独っていうのは結構ラテアメリカにおいて大事なテーマで、これは文化人類学のポスト関係論でも非常に大きなテーマになるっていうふうに考えて私自身はいて、でそういう関心で、このニヒラさんのルルフォの本を読むと、結構やっぱりこの孤独っていうのが要所要所で大事なテーマとして出てくるんじゃないかっていうふうに思っていて、ちょっとそのまずルルフォにとって孤独っていうテーマっていうのが、そのどんなテーマだったのかとか、どのぐらい重要なことだったのかとか、まずはちょっとざっくりその辺のことを伺えればなというふうに思っているんですが。なるほどなるほど、なんか今言われてなんかいろいろおおって思うところがあったんですけど、まず、ルルフォの孤独、生い立ち的なことで言うとですね、もう最初からお父さんがもうなんか7歳ぐらいの時に殺されてしまって、お母さんはいたけど離れ離れになって孤児院に送られて、お兄ちゃんと一緒に孤児院に送られてるうちにお母さん死んでしまって、もう二度と会えなくなってしまって、それから孤児院で育って、その後メキシコシティに出てきて、でそこ自分の生まれ育ったところではないし、おじさんがいて助けてくれるんですけど、メキシコシティに出てきているし、でそれから作家になった後も、他の当時の作家って、アレオラは同じ同郷の田舎の人ですけど、エリートが多いわけですよね。知識人家庭に育ったエリートが多くて、そういう中で自分は教育を受けてきた基盤がもう違うっていうところで、多分ルルフォは結構孤独だったと思うんですよね。それでなんかメキシコシティでは自分はもう孤独ですごい惨めな気持ちになったみたいなことをすごい書いてたり、当時恋人でその後奥さんになったクララさんにも、なんか自分はメキシコシティに来てからなんかずっと病気になってるような気がして、なんかこのまま治んない気がするみたいなことを書いてたりとか、一人だなって思うこととか、味方がいないとか、心を本当に開いて話せる人がいないみたいな孤独感みたいなのは常にあったと思うんですよね。それででも今言われて、そのポスト関係論のそのこうバラバラになる、なんて言うんでしょう、切断されてる関係とか、一人の人に注目するのがこう面白いかもしれないっていうような話ってすごく面白いなと思っていて、私ペドロ・パラモっていう作品で気になることは、たまに全然噛み合ってない会話が書いてあることがあるんですよ。なんか話が噛み合ってない、なんか暑いねとか言ったら寒いよとか答えたり、あれは何ですかとか言うと指示してないもの別のものを答えたりとか、こうコミュニケーションが滞ってるというか、同じ場所に人がいるんだけど全然通じ合ってないところが書かれていて、私これ何なんだろうと思ってすごい気になってて、
なんて言うんでしょう、それからなんか聞き間違いとか、あの私はこうだって言った、いいやそれを聞いたことなんてないし、あんたはそうしてないとか、こうなんでしょうね、こう関係性が切れてるんだけど、とりあえず同じ場にはいるんだけど同じものを見てないし関係を共有してないみたいな変な会話が結構ペドロ・パラモっていう小説の中には出てきてて、私はなんかこれは何なんだろうみたいな感じに思っていたので、あの今話を伺って、そのなんかポスト関係論みたいなところで、そのなんかその人たちの内面で何が起こってるのか、それでこう関係してないっていうところにもうちょっと注目するとなんかいいことあるかもなという感じに、あの今ちょっと思いましたね。あと、まあもちろんペドロ・パラモの孤独っていうのもあって、これはまあでもあのラテンアメリカ文学の典型かもしれませんけど、こう権力者の孤独、あのガルシア・マルケスが例えば族長の秋で書いたような、こう力を持っていくともう逆に誰も信じられなくなってきて、あの孤独になっていくっていうような孤独だったり、あのまあペドロ・パラモはスサナ・サンフアンが好きなわけですけど、スサナ・サンフアンはちょっとあのおかしくなってて、ペドロ・パラモにはの愛には応えてくれないし、でまあ他に信用できる人もいないし、でもまああのスサナ・サンファンもまた別の意味で彼女はあの一人っきりで、あの自分の内面に閉じこもって、あの一人でなんか独白したり考えたりするんですよね。なのでまあ孤独な人が出てくる小説っていう感じですかね。でまあでもこうペドロ・パラモはだけど期待してるんですよ、スサナ・サンファンが好きになってくれるかもみたいな。でもスサナ・サンファンはもう期待もしてないし、あの誰にも助けてくれるかもとか、あんまり人に期待しないでもう諦めてるっていう感じになっていて、その諦めてる、もう関係性を持たないようにしようっていう諦めてる感じの孤独な人たちっていうのもまあまあ、 あのルルフォ作品には出てくるなと思っていて、あのルビーナとかでも、ルビーナの住人たちとかも、もうあの政府に期待してもしょうがないよ、あんた何しに来たのみたいな感じで、あのもう期待しないで孤独に生きることを引き受けて、もうこれでいいって決めて生きる人たちみたいなのも書いてあるので、あの、まあ、いろんな孤独のあり方っていうか、孤独だけどそこから抜け出そうって思ってるペドロ・パラモみたいな人もいるけど、もういいって決めて自分はあのこれでいくって決めてるような人も書いてあるので、なかなかあの孤独っていう面から見るといろいろまた何でしょうね、こうそういう孤独っていうテーマから見て、そのテーマ研究みたいなことをするとまたルルフォ作品のなんか新しいこと言えるかもなっていう気が、あの今伺っててしました。なんかそうですよね、このペドロ・パラモとかも本当になんか何とも言えない孤独感とディスコミュニケーションっていうんですかね、あのなんかこうずっとすれ違ってる感じみたいな、永遠のすれ違いみたいなのを感じさせる話だなと思って、あの 今さっきちょうどあのこの、あのイベントの前にパラパラペドロ・パラモ見返してたら、あの一体スサナ・サンファンはどういう世界に住んでいたのか、これはペドロ・パラモがついに知ることのできなかった一つだ、ことの一つだって書いてあったりして、なんか同じところにいるはずなのに隣にいる人は全然別世界に暮らしているかのような、なんかこの何ですかね、孤独みたいなのって日本とかとは全然違う感覚なんじゃないかと思うんですよね。で結構これなんでこんなにラテンアメリカでは孤独っていうのがこうしかもテーマになるのかなというふうに思っていて、例えばもうあの100年の孤独ってもうそのまま孤独ってタイトルが入ってますし、孤独がすごい大きなテーマなわけじゃないですか。でももちろんペドロ・パラモにも含めてフアン・ルルフォに影響されたってことはガルシア・マルケスの場合あると思うんですけど、あとやっぱりオクタビオ・パソの孤独の迷宮とかも、あのもうみんな知ってる話だと思うんですけど、オクタビオ・パソもやっぱり我々はその自分たちメキシコ人っていうのはこんなにも異なっている、本当に異なっている、本当に一人ぼっちであるっていうことをこうすごくあの強調して書いていたりして、なんというか単に孤独だってだけじゃなくて自分たちは孤独なんだっていうことをすごくあのテーマにして、それを自分たち自身でなんかこう書いて理解しようとしている感じっていうのもやっぱりラテンアメリカにはあるのかなっていうふうに思うんですけど、なんですかね、この独特のラテンアメリカの孤独感とか、ラテンアメリカの人たちが孤独をこうテーマにする感じっていうのは、なんかこう どんなところにモチベーションっていうか
あるんでしょうかね。ルルフォとかの場合もなんかやっぱり結構その都市の何でしたっけ、先ほどご紹介いただいた娼婦の話でした。はいはい、夜のかけら、ウンペダソデモージ、はいはい。はいはい。のでおいてもやっぱり都市の孤独みたいなテーマとかって出てくるじゃないですか。なんか、やっぱそれだけ大きなテーマってことなんですかね、ラテンアメリカで孤独っていうと。そうですよね。そうで、前私がその100年の孤独、あ、100年の孤独じゃない、すみません、間違えました。孤独の迷宮の話を、前メキシコ人の友達とかとしてるときに、もうアイデンティティっていうのはすごくメキシコには大事なテーマで、それをやっぱり追っていきたいんだけど、アイデンティティを探ろうとすると、結局ルーツを探ったり、関係性を探ったりとかしなきゃいけなくなってきて、でもそれが難しいんだみたいなことを言ってて、なので多分アイデンティティを探っていったりルーツを探っていくと結局孤独だっていうことに気づいちゃうというか、そのどっかで分断されて植民地になっていきなりやってきた人たちによって作られた都市だったり作られた文化だったりの上に今自分が生きてしまっていて、それをどういうふうにこう整理したらいいのかがうまくわからないっていう、なんかそういうなんか孤独感みたいなものが、まあ時間的な孤独感みたいな話かもしれないんですけど、それがやっぱりなんて言うんでしょうね、関係性にもやっぱりあって、なんでしょうね、でもそれはなんでなんでしょうかね、ちょっとそれがうまく説明できないんですけど、なんかやっぱりなんというのかな、こう感覚的なもので、ルルフォにあるのはこう場所が孤独であるというか、場所に人がいないっていう寂れた村に、まあ、今でも例えばですけど、なんかアメリカになんか出稼ぎに行っちゃった人が大勢いる村とかだと、前は栄えてたのに今は全然人がいないみたいなのって多分あって、そういうところでもなんかこう今一緒にいる人でもずっと一緒にいてくれるかは分かんないし、いなくなっちゃうかもしれないし、そしたら自分が知ってるこの風景とか場所もなくなってしまうかもしれないしみたいな、なんかその場所も寂しくなってるみたいなのが、ルルフォ作品にはちょっとある気がしますね。まあ、でもまあ人間的な関係性とはまた別の話になってしまうんですけど、なんかその辺まで来るとやっぱり孤独もそうなんですけど、それだっていう問題っていうか、スペイン語のそれだって私の指導教官に、指導教官というか論文審査したその先生にちゃんと辞書を引きなさいって言われて、何でしたっけ、レアルアカデミアの、はいはい、辞書でそれだを調べてみたら、4つ目の意味にペサルイメランコリーヤケセシエンテンポラーセンシアモエルテオペルディダってアルゲンオであるごって、何か誰かとか何かを失った時とか、その人の不在であるとか死によって感じられる悲しみのことっていうふうにこう、孤独、それだっていう単語が説明されてたりして、単純に孤独ってことじゃなくて失われたものへのなんかこう、まあ、ポルトガル語でなんかサウダージじゃない、サウダージ、なんかこう郷愁じゃないけど、そういうなんか意味での孤独っていうのもなんか日本人にはちょっとにわかには理解しづらいところであるんじゃないかなと。100年の孤独とかもやっぱりそれぞれの人も孤独だって話だけど、なんか村っていうものがなんか孤独っていうか、場所っていうマコンドっていう村がその孤独っていう感じとか、ペドロ・パラモの場合も、今ちょっとコマラでしたっけ、村の名前どうでしたか、という場所がなんか孤独っていうか、孤独を感じさせる場所みたいなのは、今場所の孤独っていう話が出てきたんでと思うんですけど、その辺のやっぱり感覚ってなんかラテンアメリカ独特のなんか孤独感みたいなのってありますよね。なんかあるかもしれないです。しかも確かにその孤独っていうのが最初から一人だったんじゃなくて、なんか誰かが一緒にいたり、その場所に活気があったりしたけど、その後でそれがなくなっていくことによって感じる、まあ悲しみっていうか、こう辛い気持ちっていうのが、まあ、孤独っていう定義だとしたら、まあ、本当にそのなんか、まあ、ペドロ・パラモで表されているようなコマラが栄えてた時代があって、綺麗な緑豊かな時代があったけど今はそうじゃないっていう、まあ、そういうのも、まあ、それだっていう言葉で表現できるかもしれないですね。なんかそういう悲しさみたいなのがある一方で、もう一つ面白いなと思っているのは、孤独が結構プラスの意味にでも使われることもあるっていうのがちょっと面白いなと思っていて、
先ほど冒頭でも菅さんに紹介していただいたルルフォの一節の中に独立し孤独であること、アスエラが生まれたのはこのためであるっていうので、メキシコでは今日までただ孤独な人のみが何かを成し遂げてきたのであるし、これからも彼らが良心を創造していく人なんだっていうふうなことを言ってたりするっていうのは非常に面白いなというふうにも思っていて、私がそのラテンアメリカ そのボリビアの音楽家とかになんで音楽やってるのみたいな話をしても、国のためとか地域のためとか家族のためとかっていうんじゃなくて、自分のためだし孤独のためだって言い切ったりするんですよね。でそういう時になんかやっぱり孤独って単なるマイナスだけじゃなくて、なんかマイナスを全部詰め切ったところにあるでもパワーみたいな、なんか災い転じていくとなしじゃないけど、なんかそのすごい普通の意味では負の意味なのに、それがパワーに転じてしまうようなこともあるみたいな、なんかそういう局面もあるというか、でさっきの話でもパスの話じゃないですけど、メキシコ人にとってアイデンティティってすごい大事な問題なんだって、それを行き着いたところには孤独しかないんだっていうのも、単にそのマイナスってだけじゃなくて、でもなんかどこかこの人なかけらの部分で、でも誇り高く孤独であるみたいな、なんかそういう部分みたいなところって、なんかこうそれもそれであるんじゃないかなというふうに感じるんですけど、ルルフもそういうふうにちょっとポジティブに孤独の問題扱ってたりするっていうのは、なんかそのあたりはどうなんでしょうって、またちょっと微妙な質問の。いえいえ、そう、アスエラについてのコメントかっこいいですよね。そのマリアのアスエラが孤独でね、インデペンディエンテ、独立してる人が何かをやり遂げて、これからも良心を創造していく人たちはこういう人たちだみたいな話で、やっぱり何でしょう、メキシコとかだとこう家族だったり友達関係だったり、こう何でしょう、こうなんかそれこそカシケと手下とか、そういう関係によって生きてる人たちがすごく多くって、そういう一方で自分がこれをやるぞって決めてその道を行く人っていうのが新しいことをやったり、何か別なものを生み出せる人なんだっていうのは、多分すごいルルフは思ってて、アスエラは立派っていうのがすごいあって、あとちなみにルルフは革命小説もめちゃめちゃ好きだったので、革命小説作家としてもアスエラファンだと思うんですけど、そういうなんか人に批判されたりしても自分がこれやるんだって決めたらやる人っていうのが、メキシコにおいてはやっぱり必要とされてる人たちだし、そういう人たちがいないと何も変わっていかないみたいな感じがあるのかなって思うし、あとさっきそのマイナスを詰め切ったらこう何でしょう、孤独もプラスの意味になるみたいな意味で言うと、本当にさっきちょっとお話しましたけど、スサナ・サンホアンが私は今聞いててそういう人だなって思ってて、お母さんが多分ですけどなんか伝染病みたいので亡くなって、スサナ・サンホアンが思い出す時には誰もお見舞いに来てくれなかったし、お葬式もみんなが感染したら嫌だからって来てくれなかったし、お父さんはなんか彼女のことを金づるか、あるいはなんか第二の妻みたいな感じに思ってるし、ペドロ・パラモのなんか思い入れも彼女にとってはいらないものなわけですよね。それで全然誰にも期待してなくて、彼女は一人っきりなんだけど、それで自分の中ではちゃんとこう自分の中では想像上かもしれないけど、自分の夫がいて楽しかった時のことを思い出して、それでお父さんが死んだお父さんが帰ってきたり、神父が来てなんか死ぬ直前に国会しろとか言ったりしても、彼女はそんなの必要ない、そんなの興味ないって言って跳ねのけることができる人 で結局神父はなんか彼女は本当に何も罪を犯してないのかもしれないとかって思って、自分が間違ってるのかもって神父は思ってしまうわけで、スサナ・サンファンは孤独であってそれを自分で貫くっていう人ゆえに、結構なんでしょうね、そのペドロ・パラモの中でそれまで描かれてきたような家父長制であったりだとか、キリスト教の権威的なものとかいうのをこう意味のないものにする、無化して
別の自分の世界を生きる人っていう風になっていて、あの須佐野さんファンはだけどすごくあの特別扱いしてあの書かれてると思うので、やっぱりルルフォーも思い入れがあって、このなんか誰ともつながらないことによって自分で自分をこう救うっていうか、自分で自分がの人生を全うする人っていう風に ある意味書いてるという風にも言えるんじゃないかなと思うので、あのこう孤独がまああのプラスの意味と言っていいか分かんないですけど、こう別の価値観を、提示するような人にあの孤独であるっていう役割があのペドロ・パラモとかだと割り振られてるのかなっていう気はしますね。なるほど、うんうん、なんかやっぱでもそうですね、その時にあの独立とか個人主義とかそういう言葉が、夏目漱石だとそれがやっぱ個人主義って話になっちゃうわけですけど、それが孤独っていう言葉でなんかこうグッとくるのがなんかやっぱり独特というか面白いなというふうには思いますよね、うんうん、思います。あの人類学っていうよりかはあの社会心理学の研究なんですけど、あのいろんな国の人たちにあの世の中一般の人をどのぐらい信用しますかっていうあのインタビューをすると、日本だとだいたい5割ぐらいの人が信頼しますって、お、はい、半分ぐらいの人が信頼しませんっていうふうに言うのが、ラテンアメリカだと 10% ぐらいで世界の中でもかなり低い方っていうふうな、なんかなのに対してなんかあの、どのぐらいの、社会集団にあなたは属していますかみたいなのを聞くと、ラテンアメリカは世界でトップの方に入るっていうので、なんかその自分の経験にもすごい合うっていうか、そのラテンアメリカに行くとなんかすごいみんな楽しそうにしてて、豊かお酒飲もうよとかなんか話そうぜみたいな、朝まで頑張ろうぜウェーイって言ってるのに、どっかのとこでスッとなんかあのこう俺は俺、お前はお前みたいな、なんかそういう風になる瞬間があるというか、なんか不思議だなっていう風に、なんかそういうご経験とかってないですかね、留学されてた時とか。あります、あります。いやもうなんて言うんでしょう、いざとなったらあなたはあなたは私は私っていう感じで、本当に何でしょうね、いざという時になったら本当は人は一人で自分で自分の身を守んなきゃいけないっていうのがすごいあの彼らの中にはやっぱり浸透してるというか、なんでなんでしょうね。でもまあ日本人が甘えてんですかね。そうそうそう、あのいざとなったら自分の身は自分で守る、自分がやったことの責任は自分で取るっていうあの感じになってるんですよね。まあそこが面白いですよね。その普段はすごく和気あいあいとしてるんだけど、いきなりなんでしょう、なんか冷たくなったりとか、あんなに仲良さそうにしてた人の悪口を突然言うとか、あのそういうあのドキドキする感じがありますけど、やっぱりまあそれも何でしょうね、関係性というかコミュニケーションの仕方が違うんですかね、やっぱりなんか違いは感じますよね。なんか感じます、感じます。だってアメリカいらしたことがある方だと、なんかちょっと分かっていただけるんじゃないかなと思うそうあ、そうか、もう時間もあれなので、はい、あらら、はい、はいはい、あの、はい、テーマというか、はいはいはい、時間ということにちょっとテーマ移していきたいんですけど、あのなんかその孤独とあのすごい関連していることとして、時間がバラバラであるっていう感覚っていうか、あのそのルルフォーのペドロ・パラモの中でもすごいあのいくつもの時間軸がなんていうか、すごくバラバラにこう断片が継ぎ合わされてたりとか、同じ時間が別の時間が同じ場所に流れてる感じに書かれてたりとか、そのもしもさっきの孤独って話にその近づけるのであれば、ラテンアメリカの孤独感って単純にその人間関係とかあのそういうことだけで感じられる、あるいは場所との空間との関わりの間で感じられる孤独ってだけじゃなくて、なんか時間の中でその自分が過去とか未来から切り離されている感覚って、あるいはなんか自分がちゃんと今っていう時間にこう収まってない感覚というか、とか周りの人には全然違う時間が流れてるんじゃないかみたいな、そういうふうな感覚とか、なんかそういうものっていうものがなんか一つあるんじゃないかなというふうに思っていまして、そのルルフォーの中でのその時間の描かれ方とか、
あとそのクロニカっていうもの、つまりその生前とその歴史を書いていくっていうのに憧れながらも、結局自分はどっちかというとペドロ・パロモってそれの正反対というか、そのクロニカみたいにその順序立てて歴史時間のなんて整然とした並びにするんじゃなくて、それをこうバラバラにしたかのような、そのしかもあえてバラバラにしたかのような記述で書いていたりするっていう、そういうルルフォのその時間っていうものを書く時の技法であるとか、その時間のバラバラさってものの取り扱いであるとか、そういうところについて少し教えていただけたらなと思います。難しいですね。でも本当にあのルルフォの作品は特に、まあ、ペドロ・パラモが顕著ですけど、もう明らかに時間がこう断片的になってて、現在も過去も、まあ、あの幼少期も大人の時間もこう一緒に示されていて、そこがあの最初の読者があれって思うところなんですけど、まあ、そこがあの面白いところなんですよね。それでなんとなくなんですけど、やっぱりなんかルルフォって多分ちょっとなんでしょうね、見方が不思議な人で、多分何かの風景とかを見るとそこにいくつもの時間が、過去にこれがあってこんな時間があってこんな出来事もあったねみたいなのがこう一緒に見えてるから、あの一個を書こうとすると他のことについても書かざるを得ないみたいになってきちゃって、なんかこう時間がこう一緒くたになってしまったみたいなあの感じになることがあるのかなと思っていて、あのそれで前になんかちょっとあの相田さんとお話しさせていただいた時に、相田さんがその時間の層をルルフォが見ててこう書いたといっても、こう同じ層が綺麗に出てるわけじゃなくて、こっちこう地層みたいなイメージだとしても、こっちではここが崩れててここがなくなってて、こっちではあのここが飛んでてとかここが分からなくなっててとか、そういうふうにこう時間の層を見てるといっても結構バラバラになってるんじゃないかみたいな話もあのなさってて、本当になんかその時間の中に見えるなんかその出来事もこう崩れて積み重なってたりなくなってたり、あのそういう秩序がないような世界、まあ、秩序は一応ありますけど、まあ、コマラっていう街の中で展開されてる話ではあるんですけど、ペドロ・パラモはなんかそういう時間がこう交錯しているようなあの作品に書いてあったりとか、あとあのたまにですけど、あのエル・オンブレですね、追われる男っていう役に日本語訳だとなってたりするのかな、あのエル・オンブレとかだと本当にわざとルルフォは時間軸を、このエル・オンブレめちゃめちゃややこしい短編だと思うんですけど、わざと時間をごちゃごちゃにすることによって、2人の男の人をが1人の人に見えるようにわざと書いていて、それでこうなんて言うんでしょうね、本当は敵と、敵同士の敵同士の2人が実はその敵同士であって、お互いの家族を殺し合ってることによって同じことを考えてる、別の時間で同じことを考えてるからくっつけちゃえみたいな感じになって、こう2人の人間が同じ人のように読めるようなあのテクニックを使ったりとかもしていて、こう時間の中にいて自分が周りと違う時間を生きていて、ちょっとなんかぎこちない、生きづらいっていうのも描かれてるんだけど、同時に本当は孤独であって敵対するはずの2人の人間がこう時間をずらすと同じこと考えてる瞬間があるみたいなのもあの書いてあって、このなんか時間をわざとこうずらして考え、時間をわざとずらして考えるみたいなのは結構あのルルフォはあの面白いことをやってたなと思いました。本当にこれよく読まないと、っていうか私の解釈が合ってるのかも不明で、もしかして私の解釈が違ってたらそういうふうには読めないんですけど、あの違う2人の男を1人の人に書こう、1人の人かのように書こうと思ってると私は思って、今回分析したんですけど、あの違う分析の方法もあるので、そうするとまた変わってきてしまうんですけど、あの時間の中における孤独って面白いあの問題だと思います、うんうん、でも確かにあの追われる男はそんな感じ、なんかあれっていう思いながら読む感じがあります、ね、そうあれってなるんですよ、そうそうそう、その中の地層って話、あの以前もあの別のところでさせていただいたと思うんですけど、なんかやっぱり確かにあのその
なんだろう、あのクスコの、すごいあのインカの石組みの上に教会がバンって立ってるみたいなのとか、よくわかんないところに突然ゴロッとなんかよくわかんないけど古そうな遺跡がなんか何の脈絡もなくボンってあるとか、そういう感じってなんか昔っていう時間と今っていう時間と昔でもいろんな時間みたいなのがなんか秩序なくある感じっていうのは、あの実際に向こうにあのラテンアメリカに暮らしててもなんか感じるなというふうに思って、例えばあの今あの京都にいらっしゃるっていうあれですけど、 京都のなんか時間の混ざり方とかっていうのとまた別だと思うんですよね。その京都にも金閣寺あって銀閣寺あってなんか清水寺あって古いお寺とかたくさんあって、じゃあ古いものと今のものがこう混在はしてるけど、こうちゃんと秩序があるっていうか、こういうふうにこう古いんですよって、こういうふうに保存してるんですよって、なんかよくわからないけど秩序だってある感じがあるけれど、本当にラテンアメリカそれがバラバラのままこう無関心に放置されてる感じとか、そういうのがやっぱりその今あの話に出てた地層みたいな話もつながるのかなというふうに思ってます。うん、なんかあのルルフォは結構その年代記を読む、クロニカを読むのが好きだった理由として、まあ、やっぱりその先住民のこととかも考えていて、まあ、先住民庁に勤めてたので、そうするとクロニカを読んでからあの地方都市とか田舎に行くと先住民が昔書かれたのと同じような扱い受けてて全然変わってないみたいな話をあのしてたりとかしていて、そうするとルルフォにとっては過去の記録の書物なクロニカが現代の先住民を描写してる、あのまだ搾取されてるっていうあの描写されてるものにもなるわけだし、やっぱりあのラテンアメリカってこう場所をちょっと移動したりちょっとなんか目を向けてみると時間がなんかここの村ではなんかまだ昔の何かをやってますとか、あのまだ搾取されてますとか、なんか時間がいろいろバラバラなんですよね。だけどもうメキシコシティはめちゃめちゃ近代都市みたいな感じになっていたりして、あのいろんな時間が同じところにあるんだけど、なんか全然違う質が違う時間が流れてる感じなんですよね、うん、いやそうなんですよね。しかもそのなんていうんですかね、縦の時間だけじゃなくて横の時間っていう話も結構あるんじゃないかなと思って、そのじゃあなんだろう、あのよくあるのは円環の時間というか、その閉じた時間というか、ある共同体の中でずっと同じ儀礼のサイクルが行われてて、その教示的なものというか、ちょっとした専門的な言い方で言えば、あのシンクロニーみたいなものっていう、シンクロニアみたいなものがその保たれてる状態みたいなものがあるかっていうと、横向きの時間もあんまりそういうふうにないっていう、なんかそういうふうなことはあるんじゃないかなというふうにちょっと個人的には思ってまして、あのオクタビオパスとかも、あのメキシコっていうのはそのかつてはあの一つ その神話的時間の中にあって、そこではあの一つの円環の時間が流れてたんだけど、まあ、それがこうあのぐちゃぐちゃになってしまって、あの今自分たちはすごいバラバラになってしまったんだみたいなことをあの話していたりすると思うんですね。なのでその縦向き その積み重ねの時間だけじゃなくって、こう 横向きの時間もバラバラになっちゃうみたいな、なんかそういうところが結構あのあるのではないかなというふうに思って、なんかその辺も含めてちょっと円環の時間っていうのがちょっとあのそもそも円環になっているのかみたいなところもちょっと気になってはいるんですけど、うんうん、その横向きの時間っていうことについては何かありますか？なるほどなるほど。なんか横向きの時間をやっぱり何でしょうね、横並びじゃなくてやっぱりそこにもあの何でしょう、違いがあるし、地域によってもこう何でしょうね、違いがあるし、あ、なんか今言おうと思ってたことを忘れましたけど、ルルフォ作品、お許しください。いえ、すいません。ルルフォ作品の中の時間の話ですよね。あ、ちょっとすいません。わからなくなってきましたけど、やっぱり、なんでしょうね、その円
間の時間みたいなものが、まあ、確かにペドロ・パラモには、一応最初と最後でこうつながってるよみたいな感じにはなってるとは思うんですけど、そこからなんかはみ出てきそうなものっていうのもあるわけで、なんか冷静に考えていくと、あれここはどうなってるんだろうみたいなのってやっぱり あるんですよね。なので完全な円環的な時間っていうものもあんまりこうなんでしょうね、まあ、もしかしてその本当に昔 その儀礼が行われていて村の人たちの円環的な時間があったっていうのもそうだと思うんですけど、まあルルフォぐらいの時代になってくるともうあんまりそういうのはなくなってくるような気もしますね。例えばさっきちょっとお話ししたアグスティン・ヤネスの嵐がやってくるとかはもう確実に革新犯的にこう宗教儀礼によって毎年毎年巡ってた村の時間が革命っていうものによって分断されて、もうなんかこう歴史に飲み込まれて線的な時間になっていって、何年に何が起こった、何年にこのなんかこれが起こったっていうような歴史にこう巻き込まれていってしまって、閉鎖的だった村とその時間がこう無理やり歴史の中で開かされていくっていう話になると思うんですけど、まあルルフぐらいになってくるともうなんて言うんでしょうか、そういう共有してる歴史みたいな、歴史じゃないですいません、共有してる時間みたいなものであんまりもうなんかこう見られなくなってきてるような気はしますね。なるほど、なんかなるほど、やっぱりそのじゃあ共有されてる時間もないって縦の時間もないみたいなところで、じゃあでも現実ってありのままに書くにはどうしたらいいのってなった時に、いやもうこれはフィクションで書く以外に方法がないってなったルルフォの気持ちが、なんかそうすると結構分かるなという気も確かにそうですね、これどう書くのみたいな感じになったんじゃないかなっていう気もするんですけど、はい、そうでなんかルルフォが、そのペドロ・パラモを書くにあたって、まあ逸話なので本当かどうかわからないんですけども、ルルフォは頑張って自分が書いた下書きをこう章立てにしてちゃんとこう流れる小説にしようと思って頑張ってたんだけど、うまくできなくって、同郷のお友達のアレオラにちょっと相談したところ、アレオラはそれを読んで、このままでいいよ、この切れ切れのままがいいよって言って、2人で相談して切れ切れのやつを並べ替えてうまいこといくように作ったのがペドロ・パラモだっていう、まあ、逸話があって、アレオラが語ってるん でアレオラはホラ吹きなので、そこがキュートなんですけど本当か嘘かわからないんですが、確かにルルフォが奨学金もらってたので、奨学金の報告書には第1章まで書きました、第2章まで書きましたみたいな報告書を出していて、でも多分本当は書けてなくて断片だけいっぱい持ってたんですよね。なので章立てにこだわってたんだけど、それをやめてやっぱりこの何でしょう、時間の区が途切れ途切れのままだそうっていうふうに決めたっていうのが、結構そのペドロ・パラモの革新的なところっていうか、そうするとやっぱりそういう風な形式でしか書けなかった小説がで世に出ることになったわけなので、やっぱりそういう意味ではその断片化してしか書けなかったような時間の書き方だし、ものの世界の見方があるんじゃないかなとは思いますね。いいですね、そのエピソード、本当はそうかもしれないってとこまで含めて、なんかそうそうそう、でもありうるかもしれないみたいなところがすごい面白いエピソードですじゃあすみませんお二方、いいお時間なので、そろそろ質疑応答というか、オーディエンスの方からいただいている質問にちょっとお二人のどちらかにお答えいただこうかなと思っているんですけれども、まあ、まずですね、いただいている質問のうちに、何ですかね、簡単なというか、アイスブレイクじゃないけれど、お二人で、正直に、ルルフォの好きな作品というか、まあ、作品の数、カードの数限られてますけれども、まあ、作品だったり、好きなパッセージなどあれば、教えていただきたいということで、何かじゃあ、ニヒラさんから、ニヒラさんだと本格的すぎます？もう私はルルフォの短編はもうどれも好きなので、私はペドロ・パラモがルルフォ有名なんですけど、ルルフォの短編、燃える平原短編集、ルルフォの短編もすごいいいのがいっぱいあって、どの短編も他の
短編とは違ってて、すごいいい短編集だなと思っているんですよね。それで燃える平原の中で私が好きなので言うと何でしょう、タルパとか、タルパ好きなんですよね、なんか体がちょっとずつ崩れていく人と一緒に教会に行って、その人が教会で死んでしまうみたいな話で罪の意識に苛まれる話ですけど、それでルルフォはタルパのどこが好きかっていうと、なんかその教会の前で踊る人たちとか、そういう懐かしい自分が知ってる風景がうまく描けたみたいなことを言ってて、だからタルパ気に入ってますみたいなことを言ってるんですけど、タルパ私は最初に読んだ時はもうびっくりして衝撃を受けたので、タルパ好きなんですよね。あと苦しんで意味がわからん短編だと思って苦しんだものとしては、エル・オンブレですね、追われる男とかが意味がわからない短編だと思いつつ読んでいくと、その復讐する人とされる人が重なり合っていくっていうのがすごいうまく書けてて、やっぱりそのルルフォってお父さんを殺されたことで、その自分が復讐してやりたい、でも復讐される人の気持ちってどんななんだろうみたいなのを考えてることも多分すごくあって、なんかその復讐する人とされる人の話が好きなんですけど、エル・オンブレはすごくややこしいですけどうまく書いてあって、しかもなんて言うんでしょうか、ちょっとなんか不思議な感じというか、なんか追われる人の足の指がないとか、なんか妙な情報みたいなのも入ってきたりして、なかなか面白いので、エル・オンブレが好きなんですね。あとはもう王道で、ごめんすいません喋りすぎてますね、王道でペドロ・パラモですね。やっぱりペドロ・パラモのスサナさんファンが幸せなコマラのことを思い出しながら、でもその時にお母さんが死んだんだわねっていう話を思い出すところがあるんですけど、そこ本当に素敵で、スズメたちがさえずったみたいに日本語訳書いてあるんですけど、スペイン語だとレイールっていう単語が使われて、ロズゴリジョンセレイアンってなってて、スズメが笑って飛んでたっていう表現になってて、すごい綺麗なんですよ。それでそういう綺麗な描写の中で、だけどお母さんが死んで誰もお葬式に来てくれなかったみたいな、綺麗な風景と悲しいののギャップがすごい素敵で、私ここの部分すごい綺麗だなと思って、スペイン語すごく素敵なんですけど、そしたら何かの時にルルフォがそこを音読してる音声を聞く機会があって、本当にそのなんか悲しい感じで、悲しいしゃがれた声で綺麗な風景を読まれると本当に心にしみるわってなったので皆さんもぜひ見てみてください。私がこの持ってる古いペドロ・パラモの版で言うとですね、128ページぐらいなんですけど、多分微妙に新しい版だと変わってると思うので、見ていただきたいと思います。レモンが熟した頃のことを思い出してみたいな話のところですね。私の持っている2018年の第9釣りも同じところですので、128ページぐらいということで、そうですね、よろしければ皆さんそのあたりのスペイン語を見ていただくともう素敵ってなって泣けるってなりますので、見てください。すいません長かった。どうぞすいません、相田さんお願いします。私もですか。私裏話的な話なんですけど、私学部時代にこの燃える平原の訳者であられる杉山先生の授業を受けてまして、その時にこの短編集のどれだったかな、ね、どれか一つをスペイン語で読まさせられた記憶がありまして、その時に意味わかんないなと思いながら、まだスペイン語小学者だったので苦しんだ経験があるので、こう簡単に好きとは言えないちょっと複雑な苦々しい思い出もするようなところはあるんですけど、でも全般的に燃える平原の短編集も好きですし、でもやっぱりでもペドロ・パラも本当に好きだなというふうに思います。ありがとうございます。ですね、じゃあいただいてる質問で次に、リヒラさんに特にお答えいただきたいかな。メキシコ人がフアン・ルルフォの作品だったり、あるいは何ていうんですかね、その作家としての彼の像を、どう受容してきたかというか、多分この質問を逆側から言うと、メキシコ人にとって
フアン・ルルホってどういう作家なのと言いますか、彼のイメージというか、もちろん国民作家というすごく強いイメージがあるんですけれども、それについてちょっともう少し噛み砕いて言いますか、説明いただけますか。なるほどなるほど。もうですね、もうルルフォは小学校とか中学校とかで絶対読まされる、なんでしょう、日本で言うと本当に夏目漱石森鴎外みたいな絶対教科書に入ってる作家なんですよね。なので絶対みんな読まされてるんですよ。それでそこからがちょっと私が人に聞くと印象が違うんですけど、ある人たちに言わせると、自分はもう全然小説とか短編とかも興味なかったけど、ルルフを読んだ時だけ、あ、すごいわかる、なんか自分が生きてるメキシコがここに書いてあるし、自分の今生きてる、まあ地方出身者の人が特にそう言うんですけど、あ、自分が今生きてるメキシコが書いてあるし、自分の親戚がこういうふうに喋ったりとかしてるんだけど、こんなふうに書いてるのは見たことなかったから、すごい親近感があって、自分たちのことを書いてくれてるんだって思って、すごく嬉しかったっていうような、あとのやっぱルルフで、そういう人たちってルルフォっていう作家像っていうイメージよりも、その短編が面白かったから、きっとルルフォもいい作家だっていうふうに、あんまり作家像とか知識人がどうしたとか考えないで、この小説自分が知ってるような世界を書いてるし、なんかすごく上手に書いてくれてるから好きって思うような、そういう人たちにしてみたら、ルルフォ像とかどうでもいいんですよ。どんな作家だったとか国民作家だとか、その後先住民庁に勤めたとかいうことは関係なく、自分がグッとくるような、なんかで自分に近しい世界を書いてくれた作家だっていうので、好きだっていう人もすごくたくさんいるし、その一方でやっぱりこう大学に行ったりとかするとですね、大学生とかに聞くと、ペドロ・パラモは読まされたけど、あんななんか断片がごちゃごちゃしてて、なんかカッコつけて書いてあって分かりにくいみたいなことを言うような大学生もいるし、あとやっぱりルルフォって絶対読まされる作家なので、こうなんでしょう、既成のメキシコ文学に反抗したい人たちはですね、やっぱりルルフを攻撃するっていうのが楽ちんな方法なんですよね。なのでルルフを別に自分はあんま好きじゃないっていうと、こうなんとなくこう評価されてる作家をけなしてる自分ってちょっとかっこいいかもしれないみたいな感じで、ちょっと青春を生きてる若い大学生たちには、受けが悪かったりするものも一部あるとは思いますけど、やっぱりルルフォっていうとみんなやっぱり好きなポイントが違うんですよね。そのペドロ・パラモは断片化してて前衛的だからいいって思う人もいれば、言葉遣いがものすごく綺麗だからいいっていう人もいれば、まあ自分の地元みたいのを書いてくれてるからいいっていう人もいて、いろんなところでルルフォっていいよねって思うポイントがたくさんあるので、結構人によって評価ポイントが違うものの、やっぱりみんなが結局いいよねって思ってしまうような作家であるっていう面は結構あると思います。ただ彼のイメージとして、こうやっぱり作品がちょっと2作しか書かなかったとか、そういうこととか、あとやっぱりこうなんでしょうね、彼移民局にも勤めていたことがあったり、その後先住民庁に勤めていたりだとか、こう公務員っていう感じっていうか、なんて言うんでしょうか、こう政府の言うなりになって生活の糧を得て暮らした作家だみたいな感じに思う人たちは、ちょっともっと反逆してほしかったみたいなそういうような気持ちを抱く人もいるとは思いますけども、やっぱりルルフォはむしろこうなんでしょうね、本が好きな人にとってはルルフォっていう作家ももちろん大事なんだけど、やっぱり作品がかっこいいから文句言えないっていうかそういう感じのところがあると思います。あと最近いろいろそのルルフォが写真を撮ってたことだとか、その先住民庁にいたとか、パパロアパン委員会で働いてたとか、映画とも関わってて、いろいろ映画の脚本とかも書いたりとかしているので、そういうことによって、ルルフォ個人への興味っていうのもだんだん最近こう注目されるようになってきたと思うんですけど、
やっぱりもともとはやっぱりこう作品ありき、ペドロ・パラモとか燃える平原とか、あの作品ありきっていう感じの作家だったと思いますね。ちょっとまあお答えになってないかもしれないけど、すいません。いい、ありがとうございます。で、立て続けにニヒラさんに質問なんですけれども、まあ今ルルホの作品の評価、映画の話今されましたけれども、これは大学1回生の時に初めてペドロ・パラモに出会い、それ以来ルーフォ作品はじめラテンアメリカ文学に魅了されているとおっしゃる方からのご質問なんですけれど、はい、1967年制作のペドロ・パラモの古いメキシコ映画がありますが、カルロス・ウェロという監督のことや、これはルルホが存命中に封切られた映画ですかね、だと思いますので、この作品評価も含めて、何かエピソードであったり、ニヒラさんの、ニヒラさんの思われているこの映画の、なんていうんですかね、解釈というか、印象だったり、教えていただけますか。カルロス・ベロが最初に、ルルホ作品、結構最初、初期から、ルルフが短編とか発表するたびに映画化されるんですけど、いろいろなんですけど、ペドロ・パラモやってみようって思ったのはすごいですし、でもこれには本当にエピソードがあって、ルイス・ブニュエルが本当はペドロ・パラモを、映画化したくて、それでルルフォにルイス・ブニュエルがペドロ・パラモ映画化したいよ、どうって言ったら、ルルフォがごめん、もう別の人がやることになってるからって言って断られたみたいな、エピソードがあって、ブニュエルにやってみてほしかったと思うんですけどもでもまあそういうエピソードがあります。でもまあ何でしょう、私見た時はちょっとなんか分かりづらい上に、何ていうか、もう記憶がうろ覚えですけども、なんかこう偏ってる、何でしょう、エピソードに、なんかどっかのエピソードに力を入れすぎて、他がお留守になって偏ってるなっていうような、なんか印象を抱いたのを覚えてるんですが、すいません、詳しいことが今言えなくて。なんですけど、見てみたら雰囲気とかはすごい楽しいんですけども、ペドロ・パラモ小説自体にはやっぱり及ばなかったかなっていう気はいたしますけれどもすいません、もしもその映画が好きだったらすいません。メキシコなどでの社会的な評価などは何かご存知ですか、その映画の。メキシコのカルロス・ベロの社会的な評価、多分評価は悪くないはずだと思いますね。私はうーんって思ったけど、そんなに、なんて言うんでしょう、評価の低い映画ではなかったはずです。なるほど。なので結構いい映画ってことになってると思います。じゃあ、もしかしたらきっと、そのルルホファンのニヒラさんとの解釈違いみたいなものなんでしょうね。多分そんなになんか、すごく批判を受けたり、全然なんか違うじゃないかみたいな感じではなかったはずだと思います。ありがとうございます。20分かな、どうしようかな。じゃあもうイベントが終盤に差し掛かりつつあるんで、今回のイベント、見晴らしっていう言葉、なんとなく僕がつけちゃったんですけれども、今後のお二方の何ですかね、研究だったりの見晴らしだったり、特にニヒラさんは本を出されて、研究、これ博士論文をもとにした本ですけれども、今後のこれを、このルルホ以外の話も研究としてされていたりしますが、今後のご自身のご研究だったり、もちろん綾さんも博士論文を出されて、今後いろいろ研究していきたいことだったり、博士論文をもとにいろいろもっとこういったことが見えてきただったりあると思いますし、あるいは今日のイベント、お二人で話されたことなども絡めていただきながら、ちょっと今後のご研究の展望をお二人語っていただけますか。どっちの方がいいんだろう、さっき相田さんかな。じゃあですね、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。すごい面白い話が聞けました。打ち合わせの時もすごく2時間3時間ぐらい打ち合わせさせていただいたと思うんですけど、その時点からすごい面白かったですけど、今日もすごい面白い話が聞けまして、ね、やっぱり私は今日はすごくインスピレーションを受けて、孤独とか、あとその時間のバラバラさ、アナクロニズムってちょっと専門的には言っていいと思うんですけど、作時的なっていうことでしょうか、なんかそういう風なテーマっていうのは
今お話聞いててもすごい人類学とその文学とかで文学研究であるとかもっと広く例えば社会科学みたいなのも合わせていろんなこう角度からラテンアメリカの孤独っていうのは考えていけるテーマなのかなというふうに思うの で, で私自身も全然まだ考えられてないことというかバラバラいろんなことをまだ着想している段階なのでなんかそういうところも見晴らしということで大きなことを言わせていただくとなんかその辺も含めてこう広く学際的にそのラテンアメリカの孤独ってことにこうグッと迫っていけるような研究ができればなというふうに思ってますしそれをもとにですね博士論文をよりバージョンアップさせましてできれば二平さんのようにこちらの新風社の方からいつか出版させていただければというのを夢に持ちながら頑張っていきたいと思ってますということで営業もいただきながら本当にありがとうございます。二平さんもうなんていうんですかね結構たっぷり喋っていただいて大丈夫ですが私はそうですねまずルルフォのことで言うと、まあ、1回すごい考えていたことは書かせていただけて、まあ、気持ちは落ち着いたんですよね本を書かせていただいてなのでまあ、これに関しては満足なんですけどなんて言うんでしょうか細かいテーマとしてルルフォ作品で私が気になってるのがルルフォ作品の体の描写とかその身体性みたいなものとルルフォ作品の関わりみたいなものが気になってるんですけどうまく分析できなくて今回の本に入れることができなかったんですよね。なんですけどなんかルルフォの作品って結構その体の描写が多かったりあとなんかその足がないとか片手がないとかさっきエル・オンブレも足の親指がないとかそういうなんか体の一部がない人みたいなのが出てきたりあとスサナ・サンファンが何かを感じたんだけど傍目に見ると何も起こっていないみたいなそういうなんか身体感覚とか体の話を結構ルルフはしてるんですけどそれをうまいこと私がそれをどういうふうに解釈したらいいのかとかわからないまま今に至るって感じなのでそういうことについてももうちょっとなんか知りたいな考えなくてはいけないなというふうに思ってるということとあとルルフォンについてってこうどんどん新しい情報が最近本当に出てきていて文学テクスト研究だけではなくて昔ルルフォンがどういうことをしていたかとかそういうことが分かったりもう本当になんか昨日ぐらいに本届いたんですけどこういうふうになんか新しくエルジャーノ・エンジャーマスに出てくる固有名詞とルルフォンの関わりみたいな話だったりとか結構新しい情報がどんどん出てくるんですよ。なので今結構ルルフォ研究も面白い段階に入ってるなと思うので、まあ、ちゃんと追ってかなきゃいけないなというふうに思っています。それからまあ、メキシコ文学の研究の全体としてはですけども私はルルフォ以降にそのルルフォらしい作品というんでしょうか、なんていうかな、ルルフォに影響を受けたような作家っていうのがルルフォの直後、ルルフォが作品発表した直後にはあんまり見られなくて、まあ見られるっちゃ見られるんですけど、ちょっとそれこそこう、なんでしょうね、もうちょっとなんかこう先住民の暮らしを描くとかそういう方に行っててですね、ルルフォらしいこうなんでしょう、場所と人の関係を描いたり、そこに生きてる人を描くみたいなのが、どういうふうにルルフォの影響がその後メキシコ文学の流れの中で見られるのかなっていうのが、気になっていて、それについて今ちょっと調べていて、私が今思ってるのはメキシコ北部の、北部出身の作家たち、あるいはメキシコ北部を描いてるような作家たちが結構ルルフォに近いものを描いてるんじゃないかなと思って興味持ってるんですけど、あとなんか突然アルゼンチンとかでも例えば地方都市アルゼンチンの田舎を描いてる作家とか読むとなんかルルフォみたいな時があったりするのでもうなんて言うんでしょうか、メキシコだけで見ていいもんなのかラテンアメリカで見た方がいいのかちょっと今分かんなくなってるんですけど、そのルルフォの影響っていうのどこまで、まあ、影響論って、まあ、言おうと思えば何でも言えてしまうのでちょっと危険なんですけど、そういうことについても考えてみたいかなというふうに思っております。今なんていうんですかね、僕がまとめるのも恐縮なんですけれども、地域性というお話があって、はいはい、おそらく相田さんは文化人類学者として
地域っていうものに対して、なんていうんですかね、そのある固定的なポイントだけを見つかるのではなくて、もっと広いスコープで何かを考えたいと思ってらっしゃるんじゃないかなと思っていて、ちょっと相田さんから今の話、何かコメントというか。いや、そうですよね。そのやっぱりラテンアメリカのそのなんか面白いところっていうのの一つって、その当然なんですけど、ラテンアメリカってみんなスペイン語を話すっていうところがあって、当たり前のことなんですけど、なんかあの私がやってその音楽のことを追っていっても、まあ、一つのことが起こるといろんなところでそのなんでしょう、びっくりするぐらい離れたところで同じことが起こったりとか、あのさっきの話も絡めて言うと、逆にすごい同じところ近いところ、ボリビア国内で見ても、実はこの辺はペルー風のが流行ってて、この辺はアルゼンチン風の音楽が流行っててとか、あのじゃあ地域一つ見ただけでもなんか全然違うものがあったりとか、その辺のこう影響関係っていうんでしょうか、その飛んだりとか、なんか逆に重なったりとか、その辺って本当に何でしょう、その一筋縄ではいかないところもあるけど、そこがラテンアメリカの面白いところという感じも特にしてて、まあ、ボリビアやってると特にペルーとアルゼンチンとの関係性っていうのが大きく出てるんですけど、今お話聞いてて、メキシコとアルゼンチンってなんかこう 両側からこうラテンアメリカ世界を挟むかのような、まあ、またラテンアメリカ世界を両方と言ってもいいかもしれないですけど、の中でやっぱり影響関係があるっていうのはなんかすごく面白い話だなと思いましたし、なんかラテンアメリカではそれがリアルなことだよなっていうふうに思って、なんかすごく面白く感じました。すいません、急に。ありがとうございます。今日新平福美さんと相田豊さんお二人にお話しいただいて、そうですね、まあ、僕の思いとしては、自分が編集担当しててなんですけれども、まあ、とにかくこの本を出版されてたことをなんか祝いたいという思いがあり、今日のイベント企画させていただき、また本当に多くの方々に参加していただきありがとうございました。ありがとうございました。お二人もありがとうございました。まあ、文学と人類学、ラテンアメリカにおいての2つの学問だったり創造的な実践っていうことについて、お二人の研究者それぞれの立場からお話しいただきましたけれども、そうですね、お二人の立場性というものから、立場だったり各々の考え方だったり、まあ、フィールドの違いもあるかもしれないですけれども、もしかしたらその同じ、そうですね、領域で話すほどに、まあ、もしかしたら噛み合わなかったかも、何かどこかですれ違っていたかもしれないです。それは各々のオーディエンスの方のご判断、ご感想に任せたいと思うんですけれども、今日新平さんがペドロ・パラモの話の中で噛み合っていないまま話が続くっていうことをおっしゃっていられましたけれども、まあ、もしかしたらそこに何か創造的な豊かさがあってほしいなと思いながら、僕は今日この話を伺っていました。今日は、もう20時30分時間ですけれども、今日本当に多くの方にお集まりいただきありがとうございました。新平さん、相田さん、ありがとうございます。メキシコ大使館の共催ありがとうございました。では、これで締めさせていただきたいと思います。ではおやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。